起きてもずっとこの風景なんだな。もう少し動かそうとするだけでひどい頭痛だ。そうじゃなくてもずっとひどい頭痛と耳鳴り。これ大丈夫なのかよ。目覚めましたか。10時間、かなり睡眠をとりましたね。健康で何よりです。傷は私が治療しました。戦いをするのに万全な状態です。どうぞ、準備が整ったら次の部屋へ。万全、何言ってんだよ。明らかに状態異常だろうが、これでどうやって戦えって言うんだ。日常生活もままならないぞ。いいえ、間違いなく現時点で状態は万全です。それ以外の要因は私に関係ありません。そういうことかよ、クソが。無茶な戦い方をしてもいいが、その行動に伴う後遺症は自己責任。肉体は万全にするが、その尻拭いは自分で何とかしろってことかよ。自分の責任まで他人に押し付けるなんて痛いのか。待って回復するものなのか、それともずっと。残り9戦、次はどうしますか。おい、俺のこの後遺症はどれくらいで治るか、そういうのは教えてくれるのか。私はあくまでこの試練のナビゲーター、あなたの自己管理まで役割に加わっていません。時間が惜しい、万全じゃないというのはわかる。でも自分で撒いた種である以上、自分で何とかしないと意味ないな。こちらは気の間で無限の究極系がいる部屋となります。消耗という概念が存在しない相手となりますが、それ以外は普通の相手のため、難易度はこの試練で一番下の B ランクとさせていただいています。長期戦、持久戦に長けているため、相手の土俵に入ってしまうと勝利は薄れると認識してくれれば結構です。正直もったいない。普段の主様なら間違いなく勝てる戦い。でも現段階ですでに満身創痍。でも自分で起こした結果に関しては関与するなと言われている以上、私もこれ以上の関与はできない。だからといって他の扉で負けていいはずもない。選択肢としては最善、と思うしかないわね。チャンスを棒に振ったってバカにしてんだろ。乗り越えてやるさ、これくらいの困難に対処できなくてメリアを救えるかよ。そうですか、生き抜くのはご自由ですが、私の思考まで勝手に考察しないでください。あなたが思うほど私はあなたに無関心かもしれませんよ。時間がない、ここから何連戦できるかわからない。だけどさっきの戦いみたいに相手と自分自身をしっかり観察すればきっと視野が広がる。やろうぜ無限、永遠なんてものは存在しないってことを俺が証明してやるよ。ついさっきまで共に戦っていたのに、こうしてすぐに敵として相まみえるとはな。今の私は無限とは程遠いかすかな影響力しかない。悪い言い方をすればネルの介護官、そう言い切れてしまう完成度だろう。悪く思わないでください、主様。私はあなたが苦手とするもの、その全てを狙い撃ちます。先行か後行か、お好きにどうぞ。どうせ先行だろう、短期決戦で挑むのだから。なら後行だ、先手はくれてやるよ。俺の長所を生かすなら先行一択なんだけどな。長所と言えるだけにデメリットも深く知っている。だから不利な後攻でリズムを作る。さあ決まったな、始めようか、第4戦を。私は主様を侮っていたのかもしれない。なら初手から的確に。潰すのみ。あとの弱点その1。一度完全に止まって即座に攻撃。なんだ、あの嫌なリズムは。主様と真の戦いは見ていた。主様が行った技術は精度の高い、タイミングずらし。人は自分の意図せぬタイミングやリズムを目の当たりにすると一瞬硬直する。その硬直を意図して起こし、無力化した一瞬を狙う。これはどれだけ気をつけて予知していても起こりうるものゆえに対策は困難。特にこんな戦闘という緊張する場で多くの可能性を考察しているとき、一瞬の間で多くの判断を強いられる。その中から相手の行動を理解し、即座に対策するのもまた困難。弱点その1、情報のアウトプットが遅い。本能と直感で動くときが主様の深刻像。だけどその状態になるまではこの弱点が常に付きまとう。次は射程圏内、守備に。あとの弱点その2、守備面が弱い。一度守備に入ると攻撃へと重なるのが不可。攻撃的守備としてカウンターはうまいけど、完全に攻められると思うのが不可ない。なんだ、まだ全然動いてないのに、もう息か。長期戦、持久戦と簡単に言うけど、そう簡単なものではない。体力調整、状況判断による技の選択、それらを支える集中力、言い出したらキリがない。ついさっきみたいに常に激しい攻防を強いられた場合、余裕がなければ体力があっても呼吸がまともに吸えずに長引く。それらも長期戦では必須の技術。主様や結果は苦手分野っぽいけどね。あ、そう、目の力を使おうとすると頭痛がひどい。呼吸も整わないし、最低ランクでもクソは俺と互角。相手はとことん俺のリズムを作らせないつもりだ。なら俺だって相手のリズムというのを理解してやる。連携してるなら私がその間攻めるぞ。しまった、フェイント。あれは俺の右側頭部に攻撃をすることで左横にかわすように誘導された。
効果さんと戦っていた時みたいだ。効果さんは矛盾の効果を高めるために長期戦にさせようと、だけど実家に攻めてくる。俺が結局効果さんに最後までかなわなかったところだ。また関節技でも仕掛けてやろうかってんだ。惜しいな、アルルとの戦闘すらも記憶にないのか。あの戦いさえ覚えていればこんな戦術を今さら選択しなかっただろう。私も別に好きで長期戦を選んでいるわけじゃない。体力2倍のステータスは現状すべて負けている。故に今の私が一撃で主様を倒す術がないだけ。さあ来い、この両手の間だ。こんな高火力攻撃を見せられたら焦るだろう。両手か。当たったら本当にヤバいな。ああやってずっと誘い、相手のリズムを作り、俺のリズムを狂わせる。どうにかこの流れから俺のリズムを作れないか。そうだ、逃げればいいんだ。もう怯えて近づきもしないか。なら脅しではなくしっかりこれをぶつけて目を覚まさせてやるか。どうせ疲れるなら俺のリズムで疲れる。相手のリズムに合わせるから余計に疲労が出るんだ。マイペース大事。悪知恵よ。ならこの作戦はやめだ。後の弱点その3、行動が正直すぎる。逃げて流れを作りたいのだろう。だけどその考えは安直。むしろ私が追いかけなければ成り立たない作戦。抜けが多い。そんなもの、動かずに狙い落とせばいいだけの話だ。遭遇。そんなのありかよ。これは多分遭遇。初めて見るけど、なんか違くないか。確か拡散攻撃って聞いてたけど、これじゃあ拡散というより結界じゃないか。これでもう主様からは何もできなくなった。だけど私には遠距離攻撃手段がある。王玉。なんだ今の王玉って聞こえた気がしたけど、それにしても厄介だ。追いかけるのではなく遠距離戦に持ち込んでも来れるのか。一応オーラ分で能力や特性を制限されていてもこれくらいのオーラ消費は問題ない。無限ではないが極限まで抑える程度の特性までなら働いているからな。遭遇、拡散型のオーラ攻撃。それを王玉、威力は条件より下がるが高速弾を放つことができるオーラ攻撃。これを同時に合わせることで高手盤石のオーラの取り手ができる。これが無限の究極系の戦い方だ。理屈で分かっていても真似はできない代物だ。信号で真にやったみたいに私からオーラを奪うか。だがそれに見合う対価はあるのか。主様の能力禁止、オーラ禁止、どちらをとっても現状を悪化させるだけ。今の主様の手持ちでこの砦を壊す術はない。私に距離を詰められて、遭遇、で倒れるか、王玉、で狙撃されるか、真を倒すための距離があれば意味もなさないだろうからな。盤石、先生と呼ばれた私に抜かりはない。まさに盤石、その言葉がふさわしい状況だな。宣言してやるよ無限、お前には A 点弾は使わない。お前は俺の能力で潰す。更新、力砲、斬砲、オーラ拒絶の陣。ずっと試してみたかったんだ。更新も力砲も最近できるようになった技術と能力だからさ。お前のオーラ、俺が全部解いてやるよ。俺はオーラの扱いが得意らしいからな。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。